柴良太郎坂の上の上第5巻203高地5ここで28山地榴弾砲について触れておかねばならない解剖という危機意識を込めた言葉は江戸中期以後ロシアをはじめ列強の感染が 日本近海に出没し始めた頃から使われ始め幕末に至ってその意識がいよいよ高まり幕府はじめ諸藩はその領域の海岸線に砲台を作ったがすぐ役立たずのものになった明治政権はこの幕末の危機意識から生まれた政権だが維新後しばらくは内乱と政情不安のために沿岸防備にまでは 手が回らなかったせめて東京湾にだけでも威力ある要塞法を備えたいという必要からそれにふさわしい法を求め始めたのは明治10年の西南戦争のあとほどもない頃である日本政府はイタリア陸軍の海岸法にそのモデルを求めた2機買い入れた日露戦争の象徴のようになった 283地榴弾砲の模型はこれであるすぐさまこれを国産化しようとしたその施策にあたったのは大阪砲兵交渉であった鋳鉄だけはイタリアのグレゴリニー中鉄を買い入れ3門完成したのが明治17年であるまず大阪府の篠田山で射撃テストをしその後 東京湾の観音崎砲台に据え付けて各種のテストを行ったところその成績は極めて良好であったその結果明治20年海岸法としての正式法になったが明治,陸明治陸軍には兵器の国産化という絶対方針があったため輸入のグレゴリーニー中鉄を用いることを早くやめねばならなかったこれに代えるに 釜石銭鉄を用いることにしたところその試作法も成績は良好であった明治26年以後の製造によるこの法は全てが国産であったこの巨峰の方針は前期のように中鉄であるこの中鉄の外側に構成の火筒をかぶせる放火は双強式の固定砲火であり火狂は360度旋回することができる 地方に対して射撃が可能なのであるさらにこの法は他の陸軍の野砲や散砲に比べ発射による方針の反動を中退機というバネ装置によって元へ戻すことができるという点で得意である中退機というのはその内容にバネとグリセリンが入っておりいわば一種の水圧中退機であった一発撃つと方針は上下ともども交代するが やがて反動の力が消えるとともに方針の自重により複雑する弾丸は腱鉄弾であったただ多少の難はその策略は黄色薬ではなくそれよりも威力の少ない黒色薬が用いられていることであったさらにこの法は海岸要塞に恒久的に据えておくという目的に沿ってその移動は普通不可能に近いということであった。 ところが日本陸軍はこれを旅順で用い逐次据え付けてついに18門に達した余談ながら児玉はこの重い砲を6門後の砲典の戦場まで分解して引きずっていくという途方もないことをやりその威力を存分に発揮させた要塞用の高級据え付け砲が野外決戦に用いられた例は世界戦士にない 28り地榴弾砲を持って203高地越えで構内の軍艦を撃てと児玉が命じた時乃木軍の工場砲兵司令官手島陽三はこればかりは拒否せねばと思った児玉に対して乃木軍司令部が示した最後の抵抗であったであろう手島少将はまるで牛のように児玉のために花面を引き回されてきた。 今日の午前10時過ぎもそうであった。斉藤少将の決死隊が203高地の西南角へ突入した時児玉は「観測班を直ちにあの西南角へ登らせよ」と手島に命じたのであるまだ東北角のロシア軍が抵抗を続けている時であっただいたい歩兵の突撃にくっついて砲兵の観測将校が優先電話を引っ張って駆け上るというような戦闘は 砲平の常識にはなかった危険であり観測将校の戦士を手島は気遣ったが児玉は聞かなかった観測所が設置されたそこから旅順港は見えるかという児玉の有名な言葉が電線を通じて西南角の頂上にいる観測将校に伝わったのはこの時であった見えます丸見えでありますという胸の 観測将校の返事が聞こえた時児玉は軍艦砲撃を決意した砲兵陣地は山頂の観測将校が指示するままに照準を合わせて砲弾を送り出せばよいそれを手島に命じた手島はかねて児玉のその意図に気づいていたから反対の理由を即座に言ったそれは不可であります理由児玉は短く叫んだ 理由を言えというのである理由は法兵家出身のものなら誰でも同じことを言うであろう。まず283地榴弾砲というのはいかに巨峰でも鉄鋼弾ではなく榴弾を撃ち出すわけであり軍艦を貫くことができない。次いで軍艦を撃てば軍艦が報復してくる。まず203高地の観測場を吹っ飛ばすであろう。ついで 山頂の陣地を破壊しさらに今は山麓近くまで前進してきている砲兵陣地を砲撃するに違いない後継の小さい陸軍砲と後継の大きい海軍砲とが勝負をすればその結果は明瞭であった手島はそのことを主張した「この男少しバカか」と児玉は手島の口ひげの辺りをしみじみと見た。 口ひげはしきりに動いていたこだまにすればそもそもこの乃木軍による旅順要塞攻撃は海軍側からの要請によるものであったその海軍の要請というのは港内に引っ込んで外洋へ出ないロシア旅順艦隊に手こずった挙句陸上からの要塞占領を陸軍に依頼したということなのであるその後乃木軍は このために大苦戦をせねばならなかったがその目的はあくまでも単純であった校内の軍艦を沈めれば足りる沈めてしまえば統合艦隊は封鎖を解き佐世保に帰って艦艇の修理をし来たるべきバルチック艦隊に備えることができるのであるあまり戦闘の可烈さが続いたせいか手島の帽子の下がボケてしまったらしい 児玉は苦いい表情を続けている。児玉はその表情のまま手島少将の反対理由を聞いていたがやがてではどうするというのだと反問した手島洋蔵という砲兵の権威はそれについての回答も用意していた見事な回答であったその艦砲の報復射撃による被害を少なくするため28三地榴弾砲をはじめ 各種重砲の周りを徐々に鉄板で囲み、法相を築きます。徐々にとはどういう意味だはい、鉄板の施策と法相の構築のために、どうしても3日の余裕が欲しいのであります。手島よ、小玉はなだめるように言った。期間は疲れているのだ。そういう法相づくりは戦が終わってからやれ。今は戦の最中だ。と、小玉は声を低くして言ったが、 実は飛び上がって怒鳴りつけたいほどの衝動を抑えかねていた。命令と児玉は声を改めた。児玉には命令権などはない。軍司令官たる乃木のみにある。手島はよほどそれを言おうとした。しかしそれを言うだけの勇気がなかった。そのうち命令と児玉が追っかぶせるようにして再度叫んだ。手島はやむなくそれを受けるべく姿勢を正した。 工場砲兵司令官は283地榴弾砲を持って直ちに旅順港内の敵艦を射撃これをことごとく撃沈せよそういうことができるものかと思いつつも手島は延滞号の中に設備された電話機に取りつきそれを各部署に対して命じたその10分後に283地榴弾砲の陣地から陰々と 声が響き始めたのである。その縫製の凄まじさは地に亀裂を走らせしめんばかりのものすごさであったその命中精度は百発百中であったと言っていいであろう構内に座り込んでいた軍艦のうちまず戦艦ポルターは1960トンの艦上に落下しその甲板を貫き弾薬庫において爆発し大火災を起こしつつ 沈み始めたさらに旅順艦隊の代表的戦艦であるレトウィザン12,902トンに続けざまに8発が命中し座上していたウィーレン帝督に重傷を負わせた。ついでながらこの砲撃はこの後連日行われ数日のちには戦艦セバストーポリと数隻の小艦艇を除くほか 4隻の戦艦2隻の巡洋艦その他十数隻の小艦艇を撃沈もしくは破壊しさらに構内にある造船所を粉砕し艦艇を二度と修理することができないようにし合わせて市街地を砲撃した小玉は成功した彼は砲兵陣地を大転換することによって 歩兵の突撃を容易ならしめ、6200の日本兵を殺した203高地の西南角を1時間20分で占領し、さらにその東北角をわずか30分で占領した。明治37年12月5日である。翌6日の野木眞須家の日記には、更生とまずある。午後203に上る渡辺 村上、両連隊長、観測将校等に握手、紀路、斉藤少将を大人、赤坂山、伊藤の敵退却す。乃木は、彼のこの日記通り、この6日午後、初めて203高地の山麓の土を踏み、斜面を登った。少子たちの牢をねぎらうためであった。多数の幕僚たちがそれに従った。 ところがこの時刻児玉は高崎山の第七師団司令部にいた。滑稽なことにこの男は彼が落としたその山には登ることをしなかった。腹が痛いと乃木に行ったのである。児玉にすれば新占領地点の巡視はいわばパレードであった。それを行うのは軍司令官であるべきであり自分がもし乃木ともに幕僚を率いて203高地に登れば。 木の面目に関わるであろう小玉は大山の命により一時期乃木から指揮権を奪ったその肘を現地において知っているのは乃木と軍司令部参謀だけであった東京では山形参謀総長と長岡同次長だけが知っている部外に漏らすべからざるものであり全ては 第三軍司令官男爵野木マレスの功績にすべきものであった。でなければ、今後、陸軍の統帥権の問題において、この児玉のやったことは、すさまじい悪霊を残すであろう。そのことは児玉は十分知っていた。このため、児玉はこの日の203高地巡視さえ遠慮した。第一、落ちてしまった203高地には、もはや児玉は用はなかった。 も加わっておると小玉は乃木に言った現に小玉は歯が痛かったこの日小玉が病と称して高崎山に残ることについて落合泰造軍医部長も職務として残らざるを得なかった落合は小玉の話し相手になった小玉はこの落合に向かって軍医部になぜ歯科医が加えられていないのかということをくどく言った 上級指揮官は多くは老人で野戦久敷に渡るため義士が敗れ皆難重している腹の痛みには耐えられても歯の痛みだけはかなわぬ落合治せるかと半ば本気で言った落合は迷惑したドイツでも歯科医は軍医部に加えておりませんと言うと児玉は変に感心してドイツ人は歯が痛まんのかと言った。 203高地の陥落はロシア軍の防御構成に重大な影響をもたらした。ロシア軍にとってこの高地と連携した用地だった赤坂山の堀井などはかつてあれほど日本兵を殺傷した協力陣地でありながら地勢上その力を失い6日守備兵は戦わずして退却した。自然日本軍が占領した。ついでロシア軍の 寺寺港北方高地の保類軍も古類に陥った。日本側はそれをこれに石膏を走って探ったところすでにロシア兵の影を認めなかった。6日午後2時、日本軍はこの高地一帯に進出し占領した。さらに三里橋西北高地の敵も同時刻ごろ保類を捨てて逃げた。乃木日記の12月6日の項に 赤坂山伊藤の敵大脚巣とあるのはこれであるこの6日の夕刻児玉は高崎山を出て203高地に登った随行は相変わらず田中国重少佐である山頂に立って東を望むとなるほどこの高地の位置は奇妙であった一望のもとに旅順港の対岸を収めることができるのである山も市街も雪をかぶって白く やや左に白玉山が盛り上がり正面にこの展望での最高峰である黄金山がやや火山に似た姿で裾を引いているそれらに囲まれて真っ青な潮色を見せているのが旅順港であったその港内の東の隅に旅順艦隊の各艦が固まっていたどの艦も 児玉の頭上を越えて飛んでいく28産地榴弾砲の砲弾によって黒煙を上げている。応戦するものは一貫もなかった。その余裕など少しもないほどに、日本軍の各種銃砲の砲弾が落ち続けているのである。手島が官砲の仕返しを妙に怖がったが、と児玉はその砲撃の様子を見ながらつぶやくようにして戦いに行った。 手島は物を知りすぎているからそう思ったのだろう。わしは何も知らんから敵に撃つ余裕を与えぬほどにこっちが撃ち続ければよかろうと思ったのだ。それがうまくいった。すると、閣下のはまぐれですかと田中は小玉をからかってみた。小玉は鼻を鳴らした。笑ったのである。がまぐれではないと言った。気合のようなものだ。戦は。 何分の1秒で走りすぎる機微を捉えてこっちへ引き寄せる仕事だ。それはどうも知恵ではなく気合だ。小玉は足元の用心の悪い男で山を降りるときに2度も転んだ。一度は砲弾が作った大穴へ落ちた。炎症の匂いが残っていた。田中は小玉の腕を取って引き上げた。山麓で馬に乗るとき、田中、 明日、遠台に電話をかけて北方の敵情を聞いておけと命じたが児玉は北方の敵情が活発になっているということが気になって仕方がなかった彼が日本国家の暗記をとしてやるべき本務はこの旅順ではなく北方の戦場にあった203高地が落ちたことが日本軍をあれだけ苦しめた旅順要塞にとって致命傷になった。 陥落早々日本軍の重砲弾がこの高地を越えて旅順港と旅順市街に止めどもなく落下し始めた小玉は成功したあと旅順要塞には多数の砲類があるが要塞にとって脳髄と言うべき要塞配合日本軍砲兵の自由な照準にさらしてしまった以上要塞全体が加速度的に衰弱するであろう。 あとは残敵総統と同じだ」と児玉は見ていたそれは当然乃木軍に任せておいていいし彼らの義務でもあった思えば最初海軍が海上から発見したこの203高地という大要塞の弱点を乃木軍司令部が素直に認め東京の陸軍参謀本部が海軍案を指示した通りに乃木軍司令部がやっておれば 旅順攻撃での日本軍死傷6万という膨大な数字を出さずに済んだであろう。もしこの期間で、児玉が乃木に変わるという非常措置をもって葬式を取らなかったならば、この数字はいよいよ増えたに違いない。もう俺の用は済んだ。と、児玉が随員の田中国重少佐に言ったのは、この5日、283地榴弾砲の第1弾が。 山越えに飛んで校内の軍艦に命中した時であった翌6日と7日小玉はさらに作戦指導を続けたこの7日野木は朝食後前線の高崎山を去ったが小玉はなおも残ったこの12月7日野木まれすけの陣中日記によると「7日霧あり」とある「朝霧が深く辺りの山々は全く霧の中に没している」 飛騨の縫製のみが陰々と聞こえた時に大地が振動するのは生き残りのロシア軍砲類から飛んでくる巨弾が炸裂するためであった乃木日記の7日の子を続く朝食後高崎山より竜二坊に帰る大島中将よりカステラ茶おきつ代到来リンゴを送る乃木は 後方のの軍司令部に帰ったのである。ここまでは敵の砲弾も飛んでこなかった乃木は連日の前線での帰居で疲れ切っていたがしかし体を休めようとせず執務用の机に向かった夕方になって小玉がこの竜樹房に帰ってきた門前の声で分かった小玉が木の上に登っている電信兵に何か大声で話しかけている様子であった 乃木は立ち上がって庭へで、児玉玄太郎を迎えた。児玉の顔もひげも砂で黄色くなっていた。乃木が郎をねぎらう言葉を探しているうちに児玉が、やあ腹が減ったと乃木の右の腕を叩いた。飯を食わせてくれというのである。日赤、児玉大将を帰ると乃木日記にある。さらに乃木日記の7日の下り、夜問う。トウ とあるのは乃木がこの夜、小玉の部屋を訪問したということである。ついでながら、この竜二房の乃木の軍司令部の奥の一室に、小玉のための部屋が用意されていた。訪問の理由は、この夕刻、小玉が前線から帰ってきたとき、乃木、今夜司会をやろうじゃないかと言ったからであった。乃木は内心、小玉の勢力に多少感心しつつ、やってもいいと答えた。 小玉にすればまだ法制はとどろいているが戦争は山場を越えた作戦者としてはこれで落着であり後のことも方針を指示しておいた以上各級指揮官に任せておけばよい小玉はそれよりも自分の本務であるエンダーへ帰らねばならなかったが乃木と別れるにあたって詩の会をして楽しみたいということであったさらには 乃木への同情もある乃木に気の毒をしたと思っている小玉は乃木個人の面目を潰すことによって日本の将兵を大量師匠の賛から救い出し連敗から一挙に勝利への軌道に乗せたのだが後に残るのは乃木の面目であったまず小玉が考えているのは乃木が旅順を落としたということを内外に喧伝することであり小玉の力によって落ちたということは 永久にに秘密にしなななければならないこのため児玉は自分の旅順行きの任務も内外記者団には一切偽装し人中見舞いだということにしてきたまたこのあと軍司令部参謀に対し「自分のこの度のおせっかいは統帥上多少の問題があるだろうこれが洗礼になっては困るので戦後といえども公表することははばかられたい」と念を押した。 あくまでも旅順攻撃の名誉は乃木が追うべきでありこの点児玉は東京にいる参謀総長の元帥山形有友にも言っておくつもりであった児玉は若い頃からの友人である乃木に対し極めて細心な心配りをしていたが児玉はこの戦後乃木が海軍の統合とともに旧国の英雄として世間に出現しようとは そこまで想像できなかったし、また、英雄になった乃木の姿を見ることもできなかった。なぜならば、小玉はこの戦いが終了した翌年に死んでいるのである。無論、小玉の性格からすれば、たとえ乃木のその世間像を見たとしても、別段の体は抱かなかったであろう。この夜、乃木に2人で司会をやろうと言ったのも、小玉の楽しみとは別に、 彼のの心配りの一つであったとも言える。乃木は作戦において敗れたが詩人としての乃木は児玉よりもはるかに優越していた児玉にすれば司会をやって詩人としての乃木を威武しようとしたのかもしれないこの両人の長州人としての友情の厚さは後世の人間の想像を超えたものがあるようであった乃木日記の7日の甲続く シがあり、シ団と簡潔に書かれている。シがありというのは、児玉の部屋のドアを開けるとシガが,がいたということである。シが重ゲのことである。ここでシがについて説明しなければならない。明治陸軍は外国陸軍の模倣から出発した。外国陸軍にあっては海軍もそうだが、 対戦を遂行する場合高名な文学者を連れて行くことが多い一つにはその理由で滋賀重鷹を直林官待遇の官船員として野木軍司令部に従軍させた直林官の説明は難しいが例で言えば各省次官府県知事といった管理であり直林官相当の待遇を受けるグループには大学専門学校高等学校の教授がある 文学者といっても明治政府の感覚では外国の場合のように小説家などを直人間待遇にして観戦員にはしない当時の分類でいう公文学の都から選ばれたそれも無関の公文学者は選ばれない志賀重隆はジャーナリストであったが一時関東について農商務省参林局長や外務省直人参事官をしたこともある。 この経歴の重々しさが買われて感染院に選ばれたが文章家としても式典の人としても当時日本における屈指の人物であったことには間違いない彼は文久3年1863年三河岡崎に生まれ北海道大学の前身である札幌農学校を出た特に興味があったのは地理学であった明治19年 海軍兵学校の卒業公開に随行し練習艦つくばで南洋諸島を回り南洋諸島における列強の植民地経営を観察し形成的立場からの地理学という彼の学問の独創的な基礎を作ったこの時の著書が「南洋時事」で要するに「国家は生産力を増強せざるべからず」という論辞によって 当時不白な清掃に明け暮れていた政界と言論界に衝撃を与えたこの立場は晩年地理学者として英国王立地理学協会名誉会員になるに至るまで終始変わっておらず彼もまた明治のこの新興国家の象徴的人物であったであろうジャーナリストとしての志賀茂隆の活躍舞台は彼が作った雑誌「日本人」と久賀勝南や 正岡式のいた新聞日本東京朝日新聞などであったさらに明治陸軍が彼を乃木軍司令部に従軍させた理由の今一つは英文がうまいことでありロシア軍に対して降伏勧告文を書いたりあるいはステッセルが降伏してきた場合の通訳をすることでありまたさらには必要以上に戦時国際法の優等生たろうとした日本陸軍としては そのルールを知っている志賀を乃木につけることによってその点の誤りをなからしめようとした志賀はこの時42歳であるロンドンで作ったという古ぼけたフロックコートを着ていた児玉が乃木との司会に志賀を呼んだのは志賀を氷者にして京を添えるためであった彼は監視人としてもこの当時多少の評価は受けていた 部屋の天井から長い紐が垂れて、その先にランプがぶら下がっている。小玉はそのランプの下で小さな手帳を食っている。思考かねと乃木は微笑し、小玉の手帳を覗きたそうな仕草をした。あ、見ちゃいかん。と小玉は変に恥ずかしそうに、ランプの下から手帳を遠ざけた。志賀が声を上げて笑い、小玉の背後に座っている随員の。 田中国重少佐までがくすくす笑った。田中何がおかしい小玉はそのくせで唇をへの字に曲げた時遠い縫製が続けざまにとどろいた。乃木よと小玉は言った。わしのはまだ遂行ができちょらんのじゃ。それよりお主から披露せい。わしのもまだそこじゃと言いながら乃木は胸ポケットから手帳を取り出した。 田中邦重がすずりと紙を持ってきた。乃木はその紙へ、見事な筆跡で自作の詩を書いた。有志無政何即非千年ただ見る氷中非公軍十万誰英傑強制公弁これこの時。この詩はこの日 乃木が高崎山から龍樹坊へ戻るまでの間馬上で即銀したものであるこれはええと児玉は心から感心した主の参戦総目は飛翔の木が、ミッチョルがこの詩はいかにも三軍の将らしく英気はつらつたるものじゃ児玉は読み下した死あって生なし何ぞ悲しむに足らん千年誰か民氷中飛 光軍十万、誰か英傑よう驚かすの光明、これこの時。意味はこうであろう。この戦場にあっては死のみあり、生はない。が、それは少しも悲しむに足りない。どうせ人生は短いのである。無形の氷柱碑こそ千年の風曹に耐えるものではないか。光軍十万、ことごとくが英傑であり。 世を驚かす孔明こそこれこの時である。しかしと児玉は首をひねった「千年誰か民氷中碑というのは何やら物悲しすぎるようだ。「千年朽図ず」「千年不休」とすればどうかと臆面もなく言うと乃木は素直に「ああそうかもしれん」と言ってすぐ虹を消し「千年不休氷中碑とし 関翔と署名を入れた。関翔とは乃木の号で別に赤林氏とも号した。この後乃木軍の軍医部長の落合泰蔵も入ってきて第一山になった。ちょうど小玉が筆を取って自分の詩を書いている時であった。母、徳利寺と落合は覗き込んだ。小玉のこの詩は彼がこの旅順にやってくる時車窓からかつての 徳理寺激戦のあとを冒険し戦死者の墓標をはるかに見ながら手帳に書き込んだものであった「徳利寺のあたり天来悲しい」木「きあさってまた神秘を弔う」「十年の縁次一朝の梅雨」「あとは友心の落々たる時にあり」「どうもケツの句がうまくいかん」と児玉は首をひねっている。 なるほど死となると児玉は乃木の日ではない。「天雷悲し」はどうもと詩が茂たかものぞき込んでやや不満げであった。「天雷とは風の音新鮮場を吹いていて悲しい」では俳句で言えば月並みで通俗的であろう。「木や去って」というのも志賀はどうも道具立てが型通りである。カラスが、 シンボの上を飛んでいるなども、花しめて感心せぬと草したが、ただ、天空の10年の園児一丁の露だけは、これは動かしがたい管だと言った。10年の園児というのは、日清戦争後、ロシアを首相国とする三国干渉があり、日本はその列強の圧力に屈して、両党半島を秦国に還付した。そのロシアが、その後、ここを秦国から強引に咀嚼し、 両人に軍港を作り、大連に総督府を置き、さらに南満州鉄道を作って、領土化し、さらに朝鮮へ南下しようとした。日本の世論は激昂し、ガシンショタンという言葉が流行し、陸海軍は大路線の戦備を整えた。以来10年である。10年の演じとはそのことを指しており、日露戦争の起因そのものを含んでいる。その恨みは 特理寺の放火の中で燃焼し放煙の消えた今10年は一丁の露でしかないという考えであろうまずいかね小玉は言いながらまた書き出した書きながら下手なものほどいくらでも出てくると言い「帰郷堂々鉄条を砕く」と書き始めた背後でそれを見ていた田中国重少佐までが内心まるで小学奨歌のようだと思った ついでながら田中は保護の整理係でそれらを家宝にしようと思い密かに取っておいたが彼は小玉の思考のみを取り乃木のそれは捨てたらしいところが戦後小玉の名が世間に知られることが薄く乃木の名声が旅順の名称として世間に喧伝されるに及び乃木さんのも取っておけばよかったと旅順を語るとき常にそれを語った 田中の皮肉であったのかどうかよくわからない長州人の一つの典型が乃木にある乃木の場合その死玉木文之進を中心にしていえば活動時代がかけ離れているにせよ吉田松陰と相弟子になっている松陰の叔父である玉木は年少の松陰を無知を持って鍛え玉城の考えている典型的武士に仕上げようとした松陰の母は 玉木の教育の凄まじさに「虎次郎おしに?」と何度か胸中で叫んだというしかし松陰は極めて良質な従順さを持っていたこれに耐え見事なほど玉木分路神の武士像を自分の中に作り上げた玉木の武士像というのは公的なものに献身することにのみ自分の命と存在の価値を見出すというもので そういう精神を純粋に培養しようとし、片鱗の強奪物も許さないというところがあった。例えば、少年の頃の商陰が書物を掲げて読んでいる時、ハエが頬に止まった。ついその会社さに頬を書いたところ、政権の書を読むのはこうである。その読書中にかゆいからといって書くのは至上である。この小さな至上を許せば、大人になってから、 どのような私利私欲を持つかわからないとして松陰をむごいほどに殴ったがそういう玉木文之心の教育を乃木丸レも少年の頃受けた乃木の場合松陰以上に濃厚に受けたに違いないことは彼は玉城家に住み込んでの弟子であることだった乃木の性格も良質な従順さがありその薫陶に耐えた玉木文之心は明治9年 萩の乱に連座して自殺するが彼の生涯の仕事は吉田松陰と乃木希典という彼自身が純粋思考によって考えた武士の典型を2人も歴史の中に送り出したことにあるだろうただ玉木は能力者としての武士像を想定しなかった松陰の江戸留学時代他藩の友人たちがもし自分たちが戦国乱世の人であれば 誰に相当するかと主席で論じたただそれは百万石の仕事ができるであろうとか、誰それは先方で雄を振るう侍大将であるとかいう具合に、主公の議論が進んで、やがて松陰になった。この時松陰は不在であった。彼はせいぜい数千石の柄である。それも野戦工場の猛将でなく、一条を守り抜くところに役柄がある。と 一人が言うと他の一人は「でもないだろうその上昇の奥方の看病人に最もいい」と言った松陰は「夫人については身が固くまるで清掃のように生涯夫人とは無縁の人であった」松陰はこの話を後で聞き別に怒らず彼自身後年その文章の中で「自分には英雄の素質はとてもない」という意味のことを書いている。 英雄の持つ傑作官房の能力や煮ても焼いても食えないという性格からは松陰はおよそ遠かった松陰は日本思想史上の巨人であるとともに幕末期における比類のない文章家であったが野木真典は明治期における最も優れた監視陣である点多少同門の松陰に似ているかもしれない203高ーはすでに抑えた 野木丸介日記の11日の項に「風あり、劣感、零下10度」とあるこの朝彼は豊島山の陣地を巡視しなければならなかった竜二坊の軍司令部を出る時感染員の志賀重隆が玄関まで送ってきた外は烈風に雪が混じっていた乃木は庭へ降りてからふと滋賀の方へ引き返しちょっとはにかみの微笑を浮かべつつ シガさん、あとで見ておいてくださいと、シガの棚心にコロを握らせた。シガが部屋に戻ってから、その詩ヘを開くと、鉛筆で詩コが書きつけてあった。公明な二レさんの詩である。シガは小声で読み下した。二レさん、剣なれども、兄四字ジガタカラや。男子公明、 漢に勝つを期す。鉄血山を覆って山形改まる。万人等しく仰ぐ二礼ん、志賀はこの詩に驚嘆した。自分も遠く及ばない。まして、児玉さんなどは。と数日前の司会での児玉の詩を思ったりした。第一二礼んというこの言葉の輝きはどうであろう。この言葉を選び出した乃木の司祭はもはや 死因を帯びてていると言ってよかっかた二礼山という標高を持って汝の霊の山という単に五郎を合わせているのではなくこの山で死んだ無数の霊乃木自身の次男安助を含めてに乃木は鎮魂の思いを込めてこの三次で呼びかけしかもケツの句で再び二の霊の山と呼ばわりつつ死の幕を閉じている。 実は203高知が陥落した日の翌日この山にどういう名をつけるかについて山上で議論があった第一師団長の松村金本は「鉄血山がいい」と言った「鉄と血を持って奪ったからだ」というこれに対し新選志賀重隆は「旅順富士はどうでしょう」と懸案したが後で考えて志賀は我ながらまずい案だと思った「小玉さんはどうでしょう」 という者がいてほぼそれに決まりかけたがなんとなく義がまとまらずそのままになっていたその命名のまとめ役は志賀重隆が引き受けさせられていた二霊山以外にないと志賀はこの詩で思った二霊山の詩は乃木が陥落の翌日の12月6日山上に登って作ったものではない乃木が登ったその日なお敵味方の死骸がそれも 体を引き裂かれてほとんど形状をなさない死骸が山を覆っていた岩石は砲弾のためにことごとくミキサーにかけられたように灰になって一足踏むごとに鳥過が没するほどであったこの新洗浄の凄まじさは思想が湧くどころではなかった乃木は12月10日の夜昼夜季節が竜獅房の天地に舞っていた時思想を得たらしい。 標則を合わせて完全なものにし翌11日の朝志賀茂隆に渡したのであるこの11日の午後203高地で死んだ示談安介の遺骨と遺品が軍司令部に届,く届けられた乃木にとって汝の礼というのは二礼山で戦死した全ての日本人に向かって呼んでいるとともに先に禁州場外で戦死した長男 勝助に比べて性格の明るかった安助に対する無量の思いが込められているのであろう乃木のこの11日の日記にはただ安助遺骨遺物を送り来たると記されている同14日の項に「やらい雪五寸積もる」に「二流山に平さを唱い」「道に一個を唱う」「小寿工に至り見る」 とあるが、道に一個をおとなうというのは少々一戸兵,兵衛旅団長を指す一戸は旅順攻撃において終始的確な指揮をしその勇猛ぶりは全軍に響いていた後乃木軍参謀長になるのだが乃木はこの時一戸にこの詩を見せている一戸は後にあの詩はどうも私の幕影に 来られたと言ったのはそういう事情によるものであろう。この一戸兵衛の日記にこの日のこうではまず天候のことがある。やらい、雪、降り積むことごすん、ご寸よと当然なことのようだが乃木の日記の天候の記述と符合している。天晴れ 風穏やか爽快夕べからずというから雪晴れの快晴の日で風も穏やかであった乃木将軍来栄世の宴会に入り急に筆を読んで二霊山の詩を書し示さる茶迦を出すと一戸兵衛は書いている茶迦を出すという功については出された乃木に驚きがあった珍しいものですねと 乃木が言うと一兵は来歴を説明した先日休戦の時一兵の,の旅団は一兵自らが指揮して東砲台の下の死体を収容したこの時ロシア側から死体収容の作業に来ていた一団がありその中に召喚がいた一兵が微笑して敬礼するとその召喚も微笑を介して敬礼し歌詞を送ってきたという乃木は この話をひどく喜び記念に23粒欲しいといった一戸日記の表現では記念として23かを携え帰えらるとなっている。